え皆さん、こんにちは。弁護士の山崎春と申します。本日はお客様の方から、えー、留学の在留資格と資格外活動に関する少し変わったご質問を受けましたので、そちらの方をですね、皆さんの方にご紹介させていただきたいと思います。えー、留学生っていうのはですね、もともと学業が本分なので、あの原則として就労ができない。まず、留学の在留資格っていうのもですね、原則として就労はできないっていう資格にはなっているんですけれども、 でまあ、実際にはですね、あの街を歩いてるとですね、コンビニとか、あのまあ、レストランとかでですね、あのアルバイトをしている外国人の留学生の方とか、外国人の方とかをよく見るんですが、まあ、それはなぜできるのかっていうとですね、あの資格外活動許可っていうのを得ればですね、あの例外的にあの 1, 1週間以内で原則としてですね、28時間以内であればアルバイトとかができるよと。まあ、そういった制度があるので、 実際に留学生の方とかがですね、あの、アルバイトができているということがあります。ただしですね、まあ原則で1週間で28時間以内というまあ制限があるようにですね、あの元のまあ留学の活動ですね、留学でする活動といえば、まあ教育を受けるということになると思うんですが、まあそういった教育を受けるっていう活動を、まあ活阻害しない範囲でまあ認められるということですね。で、じゃあ、まあ年収1000万円を超える仕事を 留学生にやらせたいという場合にですね、あの1000万円を超えるっていうふうになると、まあ、学業を阻害するような活動になるんじゃないかということで、まあ、資格外活動できないんじゃないのというような疑問が生まれる。まあ、そういったことで、まあ、今回のご質問を受けたんですけれども、えー、それについてですね、スライドを使って確認していきたいと思います。 はい。それではこちらが本日のスライドになっております。留学生の資格外活動の収入制限はということですね。えー、まあ冒頭でも申しましたが、あの、収入がね、高いと、資格外活動の許可が得られないんじゃないかと、そういった、あの、疑問があるということで、えー、今回のですね、あの、ご質問を受けております。 まあ留学の在留資格を有する者に週に28時間以内に収まる業務をやってもらいたいと思っているんだが、まあ、年収が1000万円を超えると。まあ、そういった活動に問題があるのかというところですね。でまあ、先にです、ね、もう結論から申してしまいますと、法的にはです、ね、もう収入の制限はないと。まあ、先ほど何回も申し上げているとおり、まあ、原則としてです、ね、週に28時間以内であれば、資格外活動ができるということなので、 あの、ま、年収が1000万円であっても、資格外活動許可の申請をして、すれば、あの、許可が降りるよということになっていると。まあ、こちら実際にですね、本日、あの、東京出入国在留管理局の方にですね、私問い合わせてみたんですけど、ま、このような回答が得られたということになります。 で、まずですね、まあ、資格、在留資格にどういったものがあるかっていうのを簡単にかあのご説明し,したいんですけれども、まあ、地位と類型資格と活動類型資格っていうのに分かれていてですね、まあ、地位と類型資格っていうのはですね、まあ、永住者とか、 まあ日本人の配偶者とかですね、永住者の配偶者、定住者と、まあ、日本とまあ結びつきがあの強い方々、そういった方々がまあこの地位と類型資格のまあ在留資格を持っている方だということになりますねで。この地位と類型資格を有している方についてはですね、あの基本的にもう日本人と同じような活動ができるので、就労制限とかも基本的にはないということになります。で他方で、 まあ今回この問題になっている、まあ、留学生とかですね、留学の在留資格とかっていうのは、この活動類型資格っていう、この右側の、えー、ところに含まれているんですが、まあ、ここに含まれている方々はですね、原則としてここに、えー、ここで認められている活動しかできないということになっています。で、この左下のですね、この資格外活動の禁止っていうのが入管法に実際にありまして、 まあこういった方々ですね、あの、活動、認められている活動以外はできないということになっております。 で、えっ、ー、と、留学っていうのはですね、この右側の表で言うと青文字のところで、この19条の1項の2項っていうのがですね、この留学、別表第一の3の表及び4の表の上段の在留資格っていうところに、在留のし、留学の資格が当てはまるんですが、留学の在留資格だとですね、収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動っていうのが、まあ、原則的には禁止されているということになります。 ただですね、あの原則的には資格外活動はできないと。まあ、留学で言えば、あの教育を受けるっていう活動以外は原則的にはできないんですが、あの入管法はですね、実際にあの資格外活動の許可っていうのをまあ得ればですねあの法法、原則としてですね、1週間に28 1時間以内であれば、えー、まあアルバイトとかができるっていうことになっています。 で実際にこの資格外活動許可を得るために、じゃあどういったことをしなければいけないのかっていうのが、まあ、入管法の施行規則19条1項っていうのがありまして、まずここでですね、えー、申請書とかそういった資料を提出しなければならないということが定められているんですけれども、まあ、原,則としてでは原則としてはですね、まあ、留学生の方が資格外活動許可を得ようと思えば、この資格外活動許可の申請書っていうのさえ提出すれば、まあ、許可がされるよと。 いうことになります。でただ、入管がですね、あの他にも追加資料を確認したいというふうに求めることがあるということなので、あのこれだけでは申請書だけでは足りないというふうになると、まあ、入管からですね、追加で何かを求められるということはあり得ます。では、まあ、ちょっとですね、あの今回のご質問のケースのように、年収1000万円というふうになると、まあ、入管側もですね、あのー、 本当に28時間以内で収まるのかといったような、ね、疑問をです、ね、差し挟んでくる可能性もあるかなと思いますので、あの在留資格外活動許可のです、ね、許可が下りるまでの,あの期間がです、ね、遅延するという可能性もあるわけですので、そういったリスクを踏まえるとです、ね、申請書のほかに、まあ、活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書とかです、ね、あとは雇用契約書,雇用契約書とかっていうのもあらかじめ提出しておいた方が、 まあ、許可までのね、遅延のリスクっていうのが、まあ、減らせるんじゃないかなというふうには思います。またですね、あの、標準処理期間、資格外活動許可得るまで、得られるまでの、まあ、標準処理期間っていうのが、通常2週間から2ヶ月っていうふうにはなっているんですけれども、まあ、実際にはですね、まあ1、1、2週間で許可が降りることが多いという感覚ですね。 でこちらが、まあ、資格外活動許可申請書というのがどういうものかというものですね。これが出入国在留管理庁のウェブサイトに載っておりますので、えー、ご確認いただければというふうに思います。で資格外活動許可、えー、で入管法の施行規則の19条に移こうというところですね。えーまあ、どういった活動が認められるのかっていう要件がここに記載されておりまして、まあ、活動の遂行を阻害しない範囲、まあ、留学であれば教育を受けるっていう活動を阻害しない範囲であって、 え、ま、相当性があるというときにはですね、まあ、資格外活動許可をえ受けることができますよということですね。えーでまあ、で、ま、右側ですね、あの入管の審査要領っていうのがこれありまして、あの、ま、先ほどのですね、まあ、年収1000万円であれば認められると。 いうことなんですけれども、もちろんですね、ここのカッコ4赤字にしているところですね、申請に関わる活動がですね、まあ、法令に違反する活動であるとかですね、まあ、風営法の、まあ、その施設ですね、まあ、施設の中で従事する活動とかですね、あの、そういったところで行う活動っていうのはまあ認められないよということになりますので、こういった活動、この赤字の部分の活動に当てはまらない限りは、まあ、原則としてまあ年収にしてまでも、 資格外活動は認められるという、えっ、ー、とですね、入管、出入国在留管理局からの回答を得ています。で、こちら最後のスライドですね。まあ、入管法施行規則の19条 5, 5項というところですね。えー、まあ、これが1週間で原則28時間以内の修理を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動であれば、まあ、許可を受けられるよということですね。 留学であったら、まあ、通常はですね、この1号、これ包括許可っていうんですけれども、留学の在留資格を持っている方であれば、この1号で通常は許可が得られるということですね。でも、まあ、ここで何回も申し上げている通り、今、時間の制限はあるけれども、収入の制限っていうのがですね、法的にはないので、年収1000万円を超えていても、つまりまあ収入制限っていうのは特にはないので、 そういったですね、資格外活動許可っていうのも得ることは可能ですよっていうことになります。本日は少し動画が短くなっておりますが、こちらで動画を終えたいと思います。ご清聴ありがとうございました。